はい、こんにちは。JAXA の前チャンネル前原です。って何それ。ほら、JAXA。ほんとだ、JAXA。今日はこちらですね。うん、宇宙兄弟のナンバムッタ、ナンバヒビトのフィギュアです。結構前ね、プレ版で購入していたものが3月だったかな、うん、の3月の後半ぐらいに届きました、はい。それでずっとね、この辺に置きっぱなしだったので、はい、ようやくね、開けてみたいと思います。はい、はい、この2人は JAXA に入ってるから、だからこの服ジャクサ、ね、そうそういうこと、そういうこと、そういうこと。JAXA の宇宙飛行士だ。うん、弟からでしょうか。はい、弟、はい、こっちが先に JAXA に入ってからね。そう知ってんね。知ってた。知ってるよ。そう。あ、そうだ。アニメの第1話見たもんね、じゃあね。うん、そうでした。丸ごと見たもんね。おすごい。意外とちっちゃいんだよな。意外とちっちゃい。あれこんなちっちゃいの。もっと大きいと思ってた。はい、こちらが箱ですね。はい、ナンバヒビと宇宙飛行士が乗ってますね。はい、それで箱の上は宇宙兄弟と書いてあって、はい、ここは地球だね。はい。はい、漫画。そうだね。うん、じゃあ約束なって。うん、日々と子供の頃だね、うん、これ1話だよね。そう反対側は月ですね。うん、でっかい方だね。裏側はこのような感じだ。はい、説明だね。箱の下にちゃんとセリフが書いてある。うん、俺らは2人で宇宙飛行士になるぞ、だって。おー、よく読めたね。素晴らしいじゃないですか。じゃあお兄ちゃんの方も開けるよ。はい。それでこれが、お兄ちゃんのナンバムッタ宇宙飛行士ですね。はい。で、箱の上が宇宙兄弟と書いてあって、こっちは月だね。はい。うん、変わってんね。それで、横の漫画の一コマも違いますね。うん、これ繋がってんだよ。うん、箱をくっつけるとこんな感じで繋がるんだね。はい、うん、じゃあ約束なって。おう、約束だ。はい、ね。それでお兄ちゃんの方はこちら側が地球になってます。はい。まず弟の方から開けるよ。はい。はい、おっ。おお。すごい。はい。開いた。カバーを取って。おお。すごい。はい、こちらがナンバヒビト宇宙飛行士ですね。はい、すごくよくできてる。うん、うん、すごい。うん、ただこの与圧服がちょっとオレンジが足んないのかなっていう気がするけど、うん、ちょっと薄いオレンジだね。うん、はい、ちょっと拡大してみました。はい、このような感じになってますね。はい、いいね、細かくよくできてる。塗装もやっぱりプレワンだからいいね。はい、ヘルメットだね。うん、いいじゃん。うん、じゃあもう一つお兄ちゃんも開けますね。はい、はい、はい、おいい顔してる。うん、こちらがナンバムッタ宇宙飛行士ですね。はい、頭ももじゃもじゃだね。うん、本当にアニメみたいにさ、頭がねごちゃごちゃなもじゃもじゃになってんね。うん、すごいな。すごい、よくできてる。うん、はい、ちょっと拡大してみるとこんなような感じになってます。はい、いい顔してるわ。うん、ちゃんとヒゲも生えてるし、はい、うん、ムッタといったらヒゲだからね。2体並べるとこんな感じになります。はい、まだね、漫画でもこのシーンは実現してないんだけども、うん、いいねこれは。うん、素晴らしいね。表紙かなんかになったシーンかな、ポスターだったっけな、確かそんな感じだったと思う。うん、それで私はですね、随分前にこの宇宙兄弟の、完全保存版の大解剖っていうね、この冊子を買ってたんですね。はい、でこの中にですね、ファンが選んだ宇宙兄弟の名言っていうコーナーがあるのね。はい、でこの2人が言ったね、名言があるんだ。うん、パパが特に好きなやつ。うん、まずこの弟、日々と、はい、これはもし諦めきれるんならそんなもん夢じゃねえって、うん、セリフがあるの。うん、もうこれね、パパグッときちゃったよ。すごいね。A神君はなんか夢ありますか。まだない。まだね。もし夢ができたら諦めずに進んでいきましょう。はい、うん、このお兄ちゃんの名言で好きなのは、俺の敵は大体俺です。うん、自分の宇宙へ行きたいっていう夢を散々邪魔して足を引っ張り続けたのは結局俺でした。他に敵はいませんって。うん、これすごいね。自分の敵が自分ってすごいよね。そう、どういうことかわかる。諦めちゃうでしょ。ああ、諦めちゃうから。自分の夢があってそれを諦めちゃう、それは自分なんだよ。うん、諦めてる自分が敵なの。ああ、そういうことな。諦めてる自分とやろうとしてる自分で戦ってて、そうそうそう。倒したらちゃんと倒したらっていうか、まあ、気持ちが強い方が勝つんだよ。うんうん、だからこの、ムッタ宇宙飛行士はもともとは普通のサラリーマンだった。うん、自動車開発の会社に勤めてた。うん、宇宙飛行士なんてなれるわけないよって言って夢を諦めてた。でも
弟はずっと宇宙飛行士になりたいって夢を諦めないで頑張ってた、はあ、だから最初に宇宙飛行士になった。最初からもう敵はもう倒してたみたいになってたんだそう、敵はいなかった、自分の敵はいないってことになってたんだ。そう、夢だって宇宙飛行士になりたいと思って頑張って宇宙飛行士になったんだね、うん、これをねパパはねアニメと漫画で見て大変感動しましてパパもね諦めてた夢をね、うん、今年はちょっと頑張って実現に近づけたいなと思って、はい、頑張り始めてます、はい、うん、実現するか分かんないけどね、でも頑張り続けないと夢は実現しませんよ、はい、だからエイシン君も何か夢ができたら、うん、そういう 夢の実現に向けて頑張ってください、はい、パパも応援しますからね、うん、はい、はい、ということで今回は宇宙兄弟のナンバムッタ宇宙飛行士とナンバヒビト宇宙飛行士のフィギュアでし た長いちょっと長かったね、うん、プレバンで購入したものでした。はい、はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか夢に向かって頑張るぞって思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくとYouTube のチャンネル登録に、はい、一覧にマチャネが出てくるのでぜひチャンネル登録お願いします。ごめんごめん、噛んじゃったから止まっちゃった。あと、うん、マチャネルは Twitter、うん、Facebook ページ、Instagram もやってますね、うん、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、ありがとう、はい、はい、結構いったよ、うん、そうだね、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。